事前に皆さんから質問をいただいておりました。今回もたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず、エゴサーチしますか？しないです。もう。しないんですね。基本的に、もうエゴサーチしても、うん、多分いいことないと思ってって分かってるんで、はい、しないです。まあでもそれがいいですよね、はい、変にいろいろ考えちゃいますもんね。そう、めっちゃ若い時はしたりしてたんですけど、はい、やっぱ見ない方がいいなと思って、はい、もう、はい、見ないですね、はい、じゃあ次ですね。この質問結構多かったんですよ。はい、はい、いつまで独身ですか？そろそろご結婚の予定はないですか？やっぱ仕事が充実しすぎてて、別に結婚願望がないとかではないんですけど、うんうんうん、なんか年齢的にもやっぱ女性主導士で、うん、子供のこととか出産どうするとかって話は結構するんですよ。女性は難しいですよね、 その辺ね。本当、いや本当年齢的にもやっぱ考える人も多いんで、うんうんうん、確かにその子供が欲しいとかがあれば、うん、やっぱ早い方がいいじゃないですか、うん、戻ってくること考えたらですね。そうなんですよ、選手としてね。でもやっぱちょっと今仕事が充実してて、うんうんうん、その仕事を休むっていうのを、うん、あんまりちょっと選択肢的にないかなとか思って、うんうん、今ヒリュウさんに5票を入れてるからどうのこうのって多分書いてあったんですけど、全然それと恋愛は関係ないですよ。ヒリュウさんは目の保養なんです、はい、まあ、芸能人的な存在、はい、もし付き合えるってなっても多分付き合わないんですよ。なんだろう、すごいストイックな方で、あ、確かに自分に厳しいじゃないですか、はいはい、私みたいに自分に甘々な人間、うん、多分絶対許されないんですよだから、うん、多分怒られたばっかりになると思うんで、はい、ヒデさんはもう見てるだけの存在です、うん、もう本当芸能人みたいな感じですね。そうです、そうです、はい。ということで皆さん安心してください、佐藤選手まだ結婚しません。いやでもしたくないわけでもないし、はい、すぐしたいとかではないってことですね、うん、まあタイミングがあればしたいですけど、お相手とそういうタイミングとっていう感じですよね、はい、今本当ね、ちょうど仕事が上り調子で、はい、うん、いい時ですもんね。そうですね、うん、これは近いなって言ってるますけど、はい、今回もね、直接佐藤選手に質問していただくことができます。はい、いつもありがとうございます。そうですね、なんかその低糖質なおやつを自分で作ったりとかすることにハマってますかね。なんか結構食事制限してて、うん、最近は前より少し食べるようにもなって、その今は減量っていうよりは、まあ、なるべくキープできるようにぐらいなんですけど、なんで前よりちょっといろいろ食べれるものが増えたので、うん、なんか甘いものとかも、うん、と自分が食べれる範囲で食べれるように自分で作ったりなんかするのにハマってます。なんか罪悪感なく食べたいですもんね。そうです、そうですはい、はい、ということです。次、小太郎さんですかね。そうですね、にしてる、まあ、ちょっと G1 の優勝戦とかでいい結果残したいなっていうのは、うん、なんかちょっと現実的に見えてきたのかなって感じがしますね、うん、G1 制覇ですねしたいですね。でもなかなか、うん、やっぱり強いトップがいるので、うん、なかなか簡単ではないと思うんですけど、はい、どこかでチャンスは作れるかもしれないなと思いますね。はい、じゃあもう一人ぐらいいきますか。はい、萌えけんぴよぴよマックスさん、一番落ち着く時と場所はどこですか？家です家が大好きです。この間浜松終わった後に、うん、久々におばあちゃん家に行ってて、うん、ステーキとか焼いてくれるんですよやっぱ子供の頃から食べてる味なんで、お母さんおばあちゃんの味はめちゃくちゃ落ち着くなっていうか、ね、う最高だなって思いましたね、うん、はい、お家だそうです。はい、お家です。ありがとうございました。ありがとうございました
はい、あ、平正さん、そうですね、はい、なるほど、うん、すごいいいところをつけますね。あ、うん、やっぱり立ち上がりですかね、うん、まあ、やっぱり人を抜くとき外に一回振りに行くので、そこの流れ込みも大事なんですけど、やっぱその後の手前が立ち上がりが、うん、しっかりあるかどうかで結構さばきの良し悪しがあるので、割とその思想タイム出る方じゃないんですけど、ベース足を重視する方なので、うん、まあ、タイムの良し悪しっていうよりはベース足立ち上がりとかを見てもらえたらいいかもです。ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回もね、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後になりますが、スクショタイムを設けたいと思います。でもし撮ってほしいポーズとかがあればコメントしてください。ピース、あ、ピースってきましたね。はい、ダブルピース、ギャルピー、今どのギャルピー、今どのピースがギャルピーなのかが分かんないですけど、なんかもう多分古いんですよね、私が知ってるギャルピーは。今どんなんなんですかね。大事なオオサンショウウオと一緒に撮ってきましたね。はい、クッションを持っていただけますか。はい、はい、こっちですかね。あ、これかな。これかわいいよね。かわいいですよね、うん、キツネダンス。あ、キツネダンス、私の社名。あ、かわいいキツネ。そういえばリサマックスがキツネダンスで思い出したんですけど、はいはい、なんか明日からの会社エンジン乗せ替えるみたいで、うん、はい、うさぎダンスですね、社名。私がキツネダンスっていう、はい、社名登録したら、じゃあ私うさぎダンスにしますって言って、うさぎダンスで良くなるといいですね。そうですね、跳ね上がるといいですね。はい、それでは以上となります。今回9回目のねオンラインイベントになったんですけど、佐藤選手いかがでした。なんか今回は、はい、ゲストがいなかったので、うん、はい、ちょっとたくさん喋れたかなとは思うんですけど、やっぱ、うん、1個の質問に長くて喋りすぎてしまう癖があって、なんか質問もっとたくさん。あ、そうですね、ポンポンポンとね、うん、そうなんですよね、はい、ついついね、テンポよく行った方がたくさん答えられるのに、ついつい1個ずつ盛り上がってしまうという、はい、違うという、それが私のせいでもありますね。毎回つい聞き込んじゃうっていうね、私もね。はい、はい、ということでね、皆さんもねイベントを楽しんでいただけたでしょうか。はい、それでは佐藤選手、はい、最後に今後の意気込みを含めて皆様にメッセージをお願いいたします。はい、明日受付のカールチが追加アステになったので、うん、まあ、直近の地元開催、うん、でもしっかり走りたいと思うんですけど、まあ、4月からランクが跳ね上がるということで、なかなか厳しい展開になるとは思うんですけど、うん、この調子を少しでも維持して、スキルになっても、うん、しっかり車検に貢献していきたいと思いますので、来年度も、うん、たくさん応援してください。ありがとうございます。はい、もうこれからますますの活躍も期待しています。はい、お客さんもね一生応援してますって言ってますね。ありがとうございます。はい、はい、ということで以上をもちまして終了となります。今回もたくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。